台湾のウェイダム、ウェイウェイイーピン、極道豚骨麺、揚げ麺に粉末スープ、レトルト具、調味油がついています。麺は幅が3ミリ程度の扁平断面で、輪郭は明確です。わずかに長感があります。色は白く、見た目も食感も日本のカップうどんの麺に近い印象です。スープはややミルキーな豚骨味で、獣臭さはほとんどありません。唐辛子の輪切りが入っており、散発的な辛さがあります。日本の豚骨スープと比べ、余計な味と香りが混ざっているような印象です。レトルトの豚肉は厚みがあり、量も多いですが、脂っ気がなく、まるで鶏肉のささみのような食感です。外人が日本語を喋っているような違和感がありますが、台湾で豚骨ラーメンが食べたい衝動に駆られた際にはいいでしょう。